S2000 S は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、S シリーズ第4弾のスポーツカーである。ホンダ技研工業創立50周年記念として1998年に発表され、1999年4月に29年ぶりに販売された FR 車である。環境性能を追求し、10.15モード燃費は、11から 12kmL である。 ベストカーのスポーツカー企画では100点を獲得するなど、本格的なスポーツカーとして君臨した。かつて、NSX の専用生産工場として、建設された同社栃木製作所高根沢工場で1999年の登場時より生産されていたが、2004年4月に、ホンダの完成車一貫生産構想に基づき、高根沢工場での生産を中止し、以後は、 同社鈴鹿製作所の少量車種専用ライン、TD ラインへ生産を移管していた。2006年の販売チャンネル統合以前の取扱い販売店はベルの店。コックピットカットモデルホンダが製造する FR 車としては29年ぶりであることから当初は注目を集めたが、その注目度とは裏腹に国内向け販売台数は10年間で、わずか2万台余りという想定外の低迷となった。 その一方で、250馬力という2リッターの、ナシとしては、驚異的なパワーのエンジンが、生産終了後も高い評価を得ている。オープンカーでありながら、スポーツカーとしての運動性能を実現するために、クローズドボディと同等以上の合成確保を目指し、平断面の大型フロアトンネルと前後の、サイドメンバーと水平につなぐ、ハイエックスボーンフレーム構造を採用した。合わせて、 フロントピラーへは二重交換を内蔵し、乗員後方に高強度のロールバーを設置し、ツインドアビームを採用するなどにより、乗員の障害軽減に配慮した構造も採用した。また、ボンネットとトランクフードは軽量化を実現するために、アルミが採用されている。駆動方式は、ホンダとして S800 以来29年ぶりとなる FR である。エンジンは、全車軸より、 後方に置かれ、車体の前後重量バランスを50、50にすることに成功した。エンジンルームに縦置きにされた直列4気筒 DOHC ビテックな2.0リットル、回 20C エンジンは最高出力 250PS を発生し、許容回転数は 9000RPM である。 市販車の純正状態において、このような高回転型エンジンは稀であり、そのピストンスピードは、下位1エンジンに匹敵する。トランスミッションは6速 MT のみで、AT 車の設定はなく、9000rpm という高回転を許容するため、ホンダが独自で開発したものである。操作フィーリングの向上を目指し、36mm という短いシフトストロークを実現している。 2004年からの北米使用向けモデルは、エンジンを2.2リットルの、i 20C2 に変更した。従来の、i 20C をもとに、シリンダーのボア径はそのままにストロークを84.0ミ、mm、リメートルから90.7ミ、mm、リメートルに延長し、排気量を2.2リットルに拡大した。許容回転数は 8000rpm に下げられた。これは主に、北米市場からの 乗りやすさを求めた要望によるもので、常用一機におけるトルク増加が目的とされている。日本においても2005年11月のマイナーチェンジ時に、エンジンを2.2リットルの、回 22C に変更された。デアゴスティーニジャパン週間日本の名車第853ページより、いわゆるフロントミッドシップであり、ホンダは、FR ビハインドアクスルレイアウトと呼称している。 リアルオープンスポーツカー S2000 の生産を終了。共同通信社。S2000 の生産を週内に終了。47ニュース。2014年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月4日閲覧。S2000。トヨタ自動車株式会社。2020年1月20日閲覧。ありがとうございます。